久しぶりにささやき声で雑談をしていきます。何か音を出しながら雑談しようかなと思っていたんですけど、純粋に声だけの雑談動画って昨年の11月の活動報告という名の雑談動画、まあお知らせ動画みたいな内容のやつ以降やっていなくて、約11月だから7ヶ月、もう明日から7月になるので8ヶ月ですかね、8ヶ月ぶりくらいで、かなり久々なので今回は声だけの雑談をしていきます。雑談動画自体は音を出しながら、何か音を出しながらだと耳かき雑談とか新年の福箱開封雑談とかはしていたんですけども、声だけの雑談動画は半年以上ぶりでしたね。はい。しかもお知らせ動画を含めないで、さらにこう遡ってみたら、昨年の3月16日の3周年記念動画以降やっていなかったので、もう1年と4ヶ月ぶりですね。はい。そんなに空いてしまっていたことにびっくりしました。はい、皆さんお久しぶりです。はたむぎです。動画初期、動画投稿の初期の頃は雑談動画ばっかり作っていたので、その頃に比べると雑談動画の数が減ってしまっていて、まあ悲しいっていう嬉しいコメントもいただくことが多いんですけど、あの頃は投稿のペースがもう尋常じゃないくらい早かったんですよ。多分2日に1回くらいのペースで、もうすっごいペースで投稿していたので、体感的に雑談動画の投稿頻度が多くなっていたかもしれません。まあ動画時間も10分とか20分とか、まあ短かったので、今ほど一つの動画に時間をかけていないからできたっていうのもあるんですけど、あの頃はね正直に言うと暇だったんですよ。今より時間があったんですよね。当時はまだ学生だったので、大学生の春休みに始めたんですけど、春休みなんてもう2ヶ月ありましたからね。今思うと、もうそんな長い休み何して過ごしてたのっていう感じなんですけど、まあ私は動画投稿していたんですけど、懐かしいですね。はい。ということで、まあ、ちょっと雑談動画を投稿する頻度が下がっちゃっているかもしれませんが、多めに見ていただけると嬉しいです。あと最近は物を使う ASMR 動画を作りたいっていうモチベーションの方がちょっと高いので、今後もそんな感じになっちゃうかと思います。でも3ヶ月に1回くらいは耳かき雑談とかタッピングのしながらの雑談とか、何か食べながらの雑談とかね、投稿できたらいいですね。はい。先ほど春休みの話をちらっとしましたが、来月7月から学生の方は夏休みですね。学生さんというか中高生の方かな、小学生とか社会人の方もお盆休みが長い方だと9連休もあるみたいですよ。ゴールデンウィークぶりの大型連休ですね。私昨年の6月から9月の夏の時期はいろいろと予定が重
普通のアイスだとあんまり音が出ない。
考えている間はずっと楽しかったですね。
これも昨年の12月なんですけど、その時の雨の音はこの SR3D で録音しておりまして、まあ、その時に数時間雨の中に放置していたので、もちろん防水対策はしっかり行って、その上にさらに傘をさして雨の衝撃を直接受けないようにはしていましたが、まあでも精密機器なので、湿気にやられた可能性が高いです。というかこっちの方が耳かきよりも直接的な原因かもしれません。録音が終わった後は乾燥剤が入った袋にこう数日間入れて、その後も私普段は湿度計が入ったケースに保管しているので、マイクはそのケースに入れて保管していたんですけど、そのすぐ後に録音した耳かき雑談の動画でやや調子が悪くなっていたので、まあ、マイクが沈んで音量バランスが悪くなったのは耳かきのせいだとは思うんですけど、最終的にマイクが故障しちゃったのは雨のせいかもしれません。私の扱いが悪かったせいで今回このような結果になってしまいました。 SR3D の音が好きだった方にも、このマイクを作ってくださった方々にも本当に申し訳ないです。これからは湿度が多い場所での撮影や耳かきをする際は十分に気をつけます。もうほんとマイクに詳しい方なら何やってるんだって思うと思いますが、どうしてもこの SR3D で雨の音を録音したくて、ついついやってしまいました。まあ、おかげで個人的にはめちゃくちゃ好きな雨の音が録音できたので、ぜひその動画もご覧いただけたら嬉しいです。でも私 SR3D の何ですかね、優しい音が本当に好きだったので、本当に大好きなマイクだったので、実はなんとじゃーん、するかどうかかなり悩んだんですけども、かなり悩んだんですけど、リクエストもたくさん来ているし、私も大好きだしということで、思い切って新しい SR3D を再度購入いたしました。ニューマイクです。SR3D を購入するのは約3年ぶりなんですけど、結構作りが変わっていてびっくりしました。昔私が購入した時は確かベーシックタイプとプロタイプっていう2つがあって、私はその時はベーシックタイプの安い方を購入しました。でも今サイトを見たらプロタイプ、プロシリーズって書いてたんですけど、のものしかなくて、今回はそのプロシリーズを購入したので、もしかしたら昔から違いはあったのかもしれないんですけど、結構違ったので2つのマイクの違いを今からご説明いたします。まずこの前の SR3D、 1代目 SR3D はここの本体っていうか何ですか、ボディ、体、本体の部分がプラスチックだったんですよ。プラスチック。
VR3D はこの部分が何だろう、アルミボディになって、前のこのプラスチックの時より頑丈になりました。いい感じです。硬くなったんですよね、ここの部分が。傷もつきにくくて汚れも簡単に落とせそうな感じのツルツルしたボディになりました。あと、さっきもお見せしたんですけど、マイクの部分、1台目はこのマイクが黒いマイクだったんですけど、2台目はマイクがこうシルバーの、これまた頑丈そうなマイクに変わっていました。だから1台目とは音が少し違うかもしれません。さらに正面からマイクを見たとき、前はこう何もなかったんですけど、2台目はここに SR3D っていう赤いロゴがついています。じゃん。皆さんぜひ SR3D っていう名前覚えて帰ってください。マイクの名前です。そして最後、これは、まあ、私が自分で前のとは違うものを選んだんですけど、前は1台目は RCA 接続っていうものだったんですよね。それを今回は XLR 接続っていうものに変更しました。まだからなのかわかんないですけど、スイッチの部分がなくなりましたね。オンオフのスイッチがついていたんですけど、こっち2台目にはありません。まあ、なんで XLR 接続にしたかっていうと、私が持っている他のいろいろな機材と合わせて使うことができるからです。例えば、まあ、普段私がよく使っているタスカムの DR40 とか 40X にも接続が、こっちはできなかったんですけど、こっちだと直接接続ができるし、普段私が使っているオーディオインターフェースにも直接接続することができるので、まあいろんな方法で使えるということで、こっちの XLR 接続の方を選びました。あとはもう SR3D のマイク自体、この1台目を購入した時に比べて、3年も数年の時を経てノイズが減ったり音質が上がったり、さらにいいマイクに改良されたみたいです。なので、どんな感じに音が録音できるのか、今からとっても楽しみですね。この New SR3D を使った動画は、来月の7月のどこかで投稿できたらいいなぁと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、最近 SR3D の動画を投稿していなかった理由と、新しい SR3D を購入しましたというお話でした。次からはこの2台目を前以上に大切に扱いたいと思います。もう扱います。気をつけますね。はい。まあ、皆さんもマイクを取り扱い際は十分にお気をつけください。はい。そういえば話が変わるんですけど、またちょっとだけ模様替えをしました。じゃん。どうですか？結構、まあ、画面が眩しいっていうコメントをいただいていたので、今回は暗い背景このダークブラウンのテーブルにしてみました。テーブルはシールを貼っただけなので、これ テーブル自体は新しいものではないですね。でもこう、まあ実際見てもそうなんですけど、カメラ越しに見るともう全然わかんないですよね、シールだって。こういうリメイクシールっていうんですか、結構たくさん種類があって、
7月からもよろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。